スタジアムはすでに大歓声に包まれています。エスタディオアステカへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。この時間は国際親善試合をお楽しみください。これは滅多に見られない試合になりそうですね。これは面白い組み合わせになりましたね。早速試合の方を見ていきましょう。ペルー代表のスタメンをご覧ください。このチームの得意な戦術はカウンターですが、注目すべきポイントはどこでしょうか。攻撃陣のポジショニングをチェックしておくといいかもしれません。ボールを奪ったら鋭いカウンターを狙ってきます。この世界有数の規模を誇るエスタディオアステカの収容人員はなんと10万人も超えることで知られています。それにしても大きいですね。満員の中で行われる試合はすごい迫力でしょうね。ウルグアイ代表のスタメンをご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。キックオフです。楽しみな試合ですね。ここでインターセプト。走り込んだ味方にスルーパス。いいボールが出ました。見事なタックル。ボールを取り返しました。ジョシマール・ジョトゥン、このパスはカットされました。ボールを奪われます。いいところに通った。スルーパスが出ます。ディフェンダーのインターセプト。これはいいボールです。危険な位置です。緊張感が増してきます。ジョシマール・ジョトゥン、キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。ボールを入れた。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。ボールを前に運んでいく。パスが通りません。レナト・タピア、
むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。じっくりと出しどころを探しています。さあリードできるか。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。キックオフ。ウルグアイが試合を優位に進めています。レナト・タピア。パスは精度にかけました。タッチを割ってスローインです。パスをつないでいく。ボールをドリブルで運んでいます。素晴らしいボールだ。入った。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の動きも良かったですね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。リプレイです。ボールを丁寧に回してチャンスを伺っていましたね。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。アンドレ・カリージョ。アルド・コルソ。ジョシマール・ジョトゥン。まずはしっかりとボールをキープします。レナト・タピア。ジョシマール・ジョトゥン。何かしてきそうですが、ここでためを作ります。ここはウルグアイボール。カウンターアタックのチャンスです。ボールを取られません。強いですね。ここで攻守が入れ替わります。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。相手陣内に押し込んでのスローインになります。
視線が中に行った。さあ出すか。仕掛けてくるのか。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ジョシマール・ジョトゥン、ミゲル・アラウフォ、レナト・タピア、ディフェンダーがうまく読んでいました。思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠きました。横にそれたんですね。ただ入ってもおかしくないシュートでした。ここで奪われると後がありません。うまくボールを奪った。相手に渡ります。スルーパスをカットし危機を回避しました。まずは1点返したい。1点差に詰め寄る絶好のチャンスでしたが、シュートは入りません。惜しかったですね。反撃ののろしとするためにも決めておきたいシュートでした。思い通りにパスを通してきます。ビッグチャンスです。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ジョシマール・ジョトゥン、レナト・タピア、ボールを失いました。パスは読まれていました。アルド・コルソ、レナト・タピア、ジョシマール・ジョトゥン、着実なビルドアップからチャンスを狙います。レナト・タピア、ジョシマール・ジョトゥン、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ここはカウンターのチャンス。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ドリブルで進んでいます。ディフェンスが奪い返します。レナト・タピア、狙える位置です。ぶつかり合っています。自陣内でプレッシャーを受けています。ここはカウンターアタックを狙うか。ボールをしっかりとキープ。
福西さん、前半の内容について振り返りましょう。フレンドリーマッチとはいえ、国際試合ならではの独特な雰囲気がありますよね。そうですね。選手たちからもここで活躍したいという意気込みが伝わってきます。キックオフです。楽しみな試合ですね。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを使い、ボールをドリブルで運んでいます。素晴らしいボールだ。入った。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠きました。横にそれたんですね。ただ入ってもおかしくない。1点差に詰め寄る絶好のチャンスでしたが、シュートは入りません。惜しかったですね。後半はウルグアイのキックオフからスタートです。アレクサンダー・カレンツ、ペドロ・ガジェセ、アルド・コルソ、レナト・タピア、ミゲル・アラウフォ、アルド・コルソ、サイドへパスを出します。これはいけません。あっさりとパスカット。味方をうまく使います。ゴールに向かっています。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。レナト・タピア、ボールを運びゴールに襲いかかります。ジョシマール・ジョトゥン、じっくりと出しどころを探します。レナト・タピア、パスをつないでいきます。まずは1点返したいところです。ここはうまくボールを取りました。前に進んでいます。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。ベンチに動きがあります。選手交代のようです。監督から何か指示を受けていますね。ミゲル・アラウフォ、レナト・タピア、
パスはカットされます。綺麗なタックルです。プレッシャーをかけられます。カウンタータックに入るか。レナト・タピア、アルド・コルソ、ジョシマール・ジョトゥン、レナト・タピア、このボールは重要です。弧を描いて裏を狙います。ドリブルで果敢に攻め込みます。パスを折り返します。しっかりキープします。これは見事に奪いました。まずは1点返したい。強烈なシュートに対しキーパーよく反応しました。コーナーからゲームは再開です。ここで下がりますが、今日の出来は非常に素晴らしかったんじゃないでしょうか。中に入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。レナト・タピア、味方の位置を確認する。アンドレ・カリージョ、何をしてくるのか。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。コーナーからエリア内へ。フラッグが上がっています。オフサイドです。このパスは読んでいました。いいロブパスです。何を狙うのか。このボールは外に出てスローインでの再開となります。レナト・タピア、
アレクサンダー・カレンズ。ここで動きがあります。選手交代です。このタイミングでの交代ですか。無理をせず着実にボールを回しています。サイドからの攻撃はタックルで阻止されました。ドリブルを続けます。ボールをしっかりとキープ。タッチラインの外へ押し出されました。スローインです。選手がピッチに入ります。このパスはカットされました。ウルガイがゴールを狙います。美しいパスが通りました。意図のある滑らかなパス回しですね。ボールを回してチャンスを伺っています。タックルを受けています。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。レナト・タピア。ボールを失いました。ボールがゴールに吸い込まれた。あんなシュートを打たれてしまいますとちょっと防ぐのは難しいでしょうね。さらに追加点。点差を広げます。相手の心を折るには十分な1点かもしれません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。体をうまく使ってキープする。ミゲル・アラウフォ。アレクサンダー・カレンズ。すごいステップ。ディフェンスをかわします。ベンチに動きがあります。選手交代のようです。監督から何か指示を受けていますね。レナト・タピア。パスを返します。うまくボールを守っています。レナト・タピア。相手にボールを渡してしまいました。仕掛けてくるのか。うまいパス。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。映像が来ました。パスを回してボールを前線に送るタイミングを伺っていましたね。そしてこのシュート、2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。ゲームも終盤です。パスを回しながらリードを守っています。
試合終了です。アウェーチームが勝利を収めました。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。ゲームをしっかりとコントロールできていましたし、監督の作戦勝ちといったところでしょうかね。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりをボールをドリブルで運んでいます。素晴らしいボールだ。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠きました。横にそれたんですね。ただ入ってもおかしくない。1点差に詰め寄る絶好のチャンスでしたが、シュートは入りません。惜しかったですね。強烈なシュートに対しキーパーよく反応しました。コーナーからゲームは再開です。ボールがゴールに吸い込まれた。あんなシュートを打たれてしまいますとちょっと防ぐのは難しいでしょうね。仕掛けてくるのか。うまいパス。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、